サンサイズへより、周耳ミ耳ミミミとは古代中国の伝説上の生き物。大きな虎のような姿をしているとされる。見た目は、虎のようで体は、とても大きく、尾もとても長いが、決して生きた獣を捕食しないという。ただし、虎やヒョウを目にすると態度は変わり必ず襲って、それを殺すと伝えられていた。刈り取った虎やヒョウは、食べるとされる場合もあるが、 中耳はカるのみでその肉を食べたりはしないとも語られる。三サ,サイズでは、王者の異勢が死に及んだ際に世に出現する獣であるとされている。一州書、王会の会では、各地から送られてきた珍しい近重魚介のうちの一つとして送られていることが記されているが、これを献上している王林については、西の方角に属する地である以外には、あまり詳しくわかっていない。 同様に獣を捕食しないとされる中国に伝わる霊獣には恐れというものもあり、そちらは人死獣とされている。性質が似通っていることから同じ霊獣と見られたり混同が行われてきており、虎や豹を見ると狩るが食べないと言われたりする点や長い尾が特徴であるとされる点などお互いの属性が混じりつつ伝わっている面もある。ありがとうございます。